熊野城駅は、鹿児島県薩摩仙台市熊野城町にある、九州旅客鉄道鹿児島本線の駅である。1時間あたり1から3本停車する。鹿児島方向の列車は、ほとんどが、鹿児島中央駅であるが、鹿児島駅や日本本線に乗り入れて、国部、宮古の城、宮崎駅も数本ある。出水、熊本方面の列車は一日十一本あるうち十六本が、 川内行きで、必殺オレンジ鉄道線から当駅折り返しの直通列車が1日5本ある。この列車は近くに高校がある関係で、通学時間帯である朝夕に乗り入れている。かつて必殺オレンジ鉄道線から乗り入れていた、快速、オーシャンライナー薩摩は通過していた一方、同じくかつて運行されていた特急、川内エクスプレスは当駅に停車していた。 開業当時の地名が由来。熊野城は、鎌倉時代から江戸時代の頃までこの地にあった二福城の別名であり、中世の時代は、薩摩忠友や島津寂久などが居城した、薩摩国の中心的な城だったという。駅舎内、ホーム相対式ホーム2面2線の設備を有する、地上駅。城を模した小型駅舎で、古戦橋が存在する。近隣が、 住宅地であるほか、黎明高等学校や川内純真女子高等学校があり、通勤者や通学生で大変混雑する駅だったため、2004年3月31日まで、九州交通規格が駅業務を行う業務委託駅であったが、川内純真女子高等学校の並行、利用者の減少と合理化に伴い現在は無人駅である。ただし、一部時間帯のみ、 鹿児島鉄道事業部鹿児島乗務センターの車掌が改札を担当する。外部に古い公衆トイレがあったが、2016年3月に建て替えられた。IC 乗車カード、守護課の利用が可能で、簡易守護課改札機が設置されている。チャージの取り扱いは行っていない。降車客の IC カード以外の普通乗車券は、駅の修設箱に投入、または、 車掌が回収する。簡易自動券売機が設置されている。乗り場は上下列車とも主に駅舎側の一番乗り場に発着し、行き違いを行う上り列車のみが二番乗り場を使用する。これは、かつて当駅を特急つばめなどが通過していた頃に当駅を含む区間が高速化された名残で、一番乗り場は上下列車の高速通過が可能な一線、スルー方式となっている。 このため、両乗り場とも、上下列車いずれも入線が可能な配線となっている。なお、日殺オレンジ鉄道線直通の出水方面列車は2番乗り場から、発車する。2019年度の1日平均乗車人員は374人で、ある。ありがとうございます。